年度仏教つつじ祭り根津最遊会みこし渡行執り行わさせていただきます。本年より最遊会会長になりました萩田武博よりご挨拶をさせていただきます。皆様こんにちは。本日は良い天気にも恵まれ絶好のお祭り日和となりました。根津神社第47回つつじ祭り根津最遊会みこし渡行にたくさんの担ぎ手の皆様お集まりいただきまして誠にありがとうございます。この場をお借りして一言ご挨拶をさせていただきます。私萩田武博は先代新井貴則より5代目根津最遊会会長を継承いたしました。皆様方におかれましては今後とも変わらぬお付き合い、またご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。頑張れ。また本日のみこし渡行に関しましてはくれぐれもトラブル事故等のないようよろしくお願い申し上げます。続きまして副会長の方からみこし渡行に関する注意事項の方をよろしくお願いします。お疲れ様です。注意事項が何点かありますので連絡させていただきます。まず例年通りみこしの後ろは、自由になってますので皆さんで譲り合って担いでいただきたいと思います。で、先ほど棒の割り振りをしたと思いますが、その番号もしくは、みこしの前に見ていただけるとこちらも声がかけやすいのでご協力をお願いします。不忍通りふれあい館のトイレの話なんですけども、そこでの着替えもしくは一般の利用の方の迷惑になるようなことをしないようにと注意を受けておりますのでご協力の方よろしくお願いします。以上です。それでは引き続き三社親睦会最高顧問笹川様よりご挨拶をいただきます。お願いいたします。こんにちは。三社親睦会笹川です。根津最遊会のこういった催しはもう35年以上になってます。伝統が歴史に変わってます。どうぞこういった催しは藤田会長から始まり、前会長の新井さんから萩田会長、脈々とも続いてますんで、どうか皆さん自分たちの判定を着て、担げるのはこういった機会しかございません。この判定に、汚れのないように先生堂々と皆さんで担いで楽しんでください。本日はご苦労様です。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、文教議会議員、佐藤豪一様よりご挨拶いただきます。よろしくお願いします。皆様こんにちは。第47回の根津神社つつじ祭り、昨日4月9日から5月5日までの開催となっております。最遊会もですね、本年度47年目を迎えております。昭和44年に発足し、今年47年、あと3年もすると50周年も迎えることになっております。まずはですね、昨年まで根津最遊会を支え若手に継承し育ててきた新井会長、前会長、誠にお疲れ様でした。皆様拍手をお願いします。私も中学生時代から根津最遊会の会員として、新井会長、ほか、先輩たちに、育てていただきました。私の、年が1級上の地元の先輩の、萩田さんが、今度会長になられ、今日はですね、本年度新年になりまして、萩田会長として初の、登行となります。皆様、同好会の皆様、お力をお貸しいただき、今日の都業が安全で大いに、盛り上がるようにご協力をお願いいたします。それでは、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆様、番割りで、一番の、皆様からおみこしの方入っていただいて、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。では六歳の方前の方よろしくお願いします。誰がこんなやるの？いや、いいです。じゃあお前がやる。ありがとう。